どうもレオです。ポチです。雑談放送やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、記念すべき第1回ですね。そうですね。はい、あのツイッターでね、はい、あの、うん、連絡させてもらった通りといいますか、フォロワーさんが500人を突破しましたと。で、今これ撮ってる時にもうすでに650人突破していますよと。嬉しいです、ね、あ、本当にありがたいです。いつも皆様ありがとうございます。でプラス、YouTube のね、はい、チャンネル登録者数が100名突破ということで、はい、今現状でこの放送を録音してる最中で115人ぐらい5人ぐらい。だからもしかしたらこの放送流れる頃には120とか超えてるかも。嘘、どうなんだろう。最近分かってきたよね、あの週末登録者数が増え、はい、週明けにちょっとずつ減っていくっていう。週末にみんなこうなんか見ていっぱい、あ、ちょっといいかなとか思って登録して、で週明けに多分うちらなんだかんだ毎日で今1日下手すると2本とか出てるから、はいはいはい、通知とかうっぜえなっつって消してる人が。え、そうなの？違うじゃん、我に帰るんじゃないの？あれ、これなんで登録したんだっけみたいな。そうだ、多分それもあると思う。なんだこの人たちっていうね。そう、我に帰って、うん、あ、違うなと思って、違うなと思って消して、消してる人もいらっしゃるのかもしれないですけど、週明けになると2人とか減ってたりする時もあるから ね、うん、3歩進んで 2、3 人に2歩下がる。そうそうそう、もう繰り返し。でも100人超えてますよ、本当に。それでもようやくね。いや、ありがたいです、本当に。こうやって皆様にね、だいたい今半年かな、うん、ぐらい経ってっていう感じですかね。そうですね、ちょうど半年ぐらいですね、始めてから。いや、でもこんなに早く100人超えるとは思わなかったな。うん、一応目標としてはね、うん、あの年明けまでには100人超えてたいよねみたいな話は。そうだね、なったら嬉しいねみたいな話は。そうそう、最初にその方にね、してて100人超えたら嬉しいよねみたいな話をしてたから、嬉しいですね、やっぱり。嬉しいです、本当に。で、再生回数も今4万を超えているのかな。そうですね。で、あと再生時間もなんか、あの YouTube の、うんなんだろう、一定限の、なんだろう、広告とか出るやつみたいので、うんはいはいはい、設けられてる敷地が4000時間。ああ、今4000時間になったってね。うん、言ってる中で今2000時間超えてるのかな、うん、ってことなんで、なんでしょうね、本当に年内に達成したい、達成したいっていうか、ここまでいったら嬉しいねみたいに言ってたことが、もうだいぶ達成されたというか。いや、本当に一重に皆様のおかげでございますよ。はい、本当にこの場を借りてお礼をというか、お礼を言いたいですね。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、そういうね、感謝も込めてというか、はい、なかなかね、僕らはライブ配信はできないので。まあ、いろいろ理由はね、そうそうそう、あってね。まあ、1個目はまずネット回線がしょぼいと。すぐ切れちゃうからね。そうですね、うん、職場とかの友達とモンハンとかやってても、うん、途中で落ちるとかそうそうっていうのもありつつで、ちょっとまあね、ネット回線はちょっと強くしたいなと思ってはいるんですけど、今後ね、うん、考えていきたいと。うん、と思いつつも、まあなかなかそうやって皆さんと直接お話しできる機会というのもあまりないので、うん、でもそれでもね、本当に人のライブだりとか本当に嬉しい。っていうのは、いらっしゃってね、本当に実況者様のもそうですし、うん、ありがたいなと思いつつ、うん、ちょっとこの場でこうやって交流の機会があればいいなと思って、はい、皆さんがよくやられてたりとか、たまに皆さんサービスでしてくれてるような雑談放送みたいのを僕らもしようかと、うん、しようかと思い、第1回目。第1回目ですね。緊張する第1回目。そうですね、今緊張してますね。だってゲームもないしさ、何にもないみたいな。何にもないよね。で、現地の観戦とかの動画も上げてるけど、あの時なんて別に普通ただ野球見てるだけだし、騒いでるだけだからね。そう、うわーって言ってるだけだから、なんなら泣いてるぐらいだから。
なのでね、ほんとただ喋るだけってきついなって思います。きついきつい無理だねって思いますけどっていうところ。だからほんとあのライブでやってる人すごいなって思いながら。すごい、ほんとにすごい、うん、だってさ、うちらゲームやってると黙るじゃん。そう、いや黙るしさ、真剣になっちゃうと黙るしさ、うん、それでね、みんなのこの見て答えてくれたりとか。ね、あれみんなどうやってやってんの？わかんない、やったことないから。ね、俺らすごいなと思って見てる。絶対できないよね。すごいなって思って見てるし、答えてくれて嬉しいなと思いながら、ね、ニヤニヤしながら見てるから。見てるね、本当に。ちょこ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 見に行ってますけどね。ね。本当楽しいね、やっぱりね。うん、本当 YouTube 始めてよかったっすね。こうやっていろんな人と出会えたりとか。本当に知らなかった YouTube の楽しさが分かるようになったから。ね、いや本当に、うん、そうですね。よかったなと思いつつ、うん、これからも皆さんと仲良くできたらなと思っておりますよ。はい、思ってます。はい。あとね、またちょっと話戻っちゃうけど、ライブできないもう一つの理由が、はい、ね、僕らがバカということですね。まあね、今レオとポチっていうことでやってますけど、やってますけど、まあ言っちゃうんだよね、本名をね。まあレオとポチは本名じゃないっていうのはね、まあさすがに皆さんお気づきだと思いますよ。それは本名じゃないから。そうですね、本名じゃないので、まあ普通に録画中も何度かあったもんね、しれっと名前言っちゃって。言っちゃった、アイカットンつって。最近はちょっと減ったけどね。最近減ったね。慣れてきた、うん。でも逆に慣れてきたからプロッと出ちゃいそうで怖い。そうだね。編集の時とかちょっと怖いもんね。うん、言ってねえかなって。言ってないかな。不安になりつつ、あるある。過ごしてますけど。うん、まあ、それもありっていうのと、あとは子供ですね。そうですね。はい。お子様がいるので。ちょっと子供がね、2人ほどいまして。うるさいのは。すごくうるさいのと、あと、彼らは容赦なく乱入してくる、うん、かつ堂々と何々ねーっつって自分の名前を言っちゃう。言っちゃうからね。もうこれ確実にライブだと放送事故になるので、 なのでちょっとしばらくライブはできないかなとも思いつつ、まあでも皆さんとは積極的に交流できたらいいなと思ってますが、はい、いかんせん僕らね、情報弱者なんですよね。うん、なのでツイッターだとか、あと YouTube も最近コメントとかも含めて覚えてきたぐらいなので、うん、ちょっと皆様が最近だって若い人多いでしょ、実況者の方もそうだし、全然多いよ今こうやって仲良くしてくれてる方たちって。もう全然若いよ、僕ら相当なおじさんおばさんですからね。そうですよ。なのでね、ちょっとレスが遅かったりとかすると思うんですけど、はいはい、ちょっとそこはまあ、あいつらおじいちゃんおばあちゃんだしなって。精一杯頑張ってはいる。精一杯頑張っている姿を思い浮かべながら待っていただけると。そうだね。本当に、おじいちゃんおばあちゃんが頑張ってるんだなって。頑張ってるんだな。今頑張ってるなっていう、うん、その状況をこうね、思い浮かべながら待っててほしいです。そうしていただけると、ね。頑張ります。嬉しいですね。はい。はい。なので今後とも、まあ本当重ね重ねですけど、よろしくお願いいたします。お願いします。で、今回のこの放送を作るにあたって、はい、まあちょっとだけ質問をね募集させていただきましたよと、うん、でまあその中の質問で何個か答えていこうかなと思いますよってことで、はい、今回ちょっと2つほどって感じですかね。はい、1個目です。はい、実況を始めたきっかけは何ですか。何ですか。これについては僕が答えるのかな、でいいのかな、どっちでも、誰に答えてもらおうか。誰、まあレオかポチしかいないんであれですけど、始めたきっかけは僕ですね。そうだね。うん、まあ僕がもともと趣味でバンドをやってたんですね。うん、まあ今もちょこちょこやってはいるんですけど。うんうんうん。でまあそのちょっとメインでやってたバンドが解散になったりとかして、うん、で。まあちょっと、もともとゲーム自体はすごく好きで。うん、ゲームは好きだ。うん。で、あと、なんだろうな。まあ YouTube 自体はすごい見てたんだよね。
うん、YouTube もね、ほんと好きで、うん、いろんな実況者さんね、まあ、有名な方からね、いろんな方も見てたりとか、いろいろ見てて、で、ツーブロさんとか、あと三人称さんとか、そうですね。で、あとは、ポチが好きなのはレトルトさんだっけ？大好き。とか、うん。ね、あと、牛沢さん。牛沢さんも大好き。まあ、皆さんが好きなのかも、うん、皆さんもご存知であったりとか、すごく有名な、すごく楽しい実況者さんたちを見ていたりとか、うん、あと、なんだろう、元々の始まりで言うと、ゲームを全部やるのが、まあ仕事もあったりするから厳しかったりとかした時期もあって、うんうんうん、まあ子育てしてた、まあ今もしてはいるけどね、うん、本当子供がまだちっちゃい時とかね、本当にちっちゃい時ね、やりたいけどやれないなっていう時に、うん、ゲームのストーリー見たいなとかゲーム見たいなっていう時にすごく YouTube 見てて、うんうん、で、まあそういうのもあり、ゲーム実況って面白そうだなっていうか、うん、まあもともと面白いなと思って見てて、うん、で、まあそうやってバンドの空きもあって時間もできてきたので、はい、やってみようと、そう、試しにと、試しにね、で、最初僕一人でやる予定だったんですけど、うん、そうだったんだよね、うん、じゃあ元々はじゃあレオチャンネルだったんだね。そうだね。きっとね。そう。で、一本だけ、もうね、削除したんですけど、自分の中でもあまりにひどすぎて、今見ても一回、今上がってる一回目のあの、アサクリとかパープルも、まあ十分ひどいんだけど、最初のやつはもうね。まあひどいんだけど、それよりもひどかった一本目が、幻の一本目があり。え、それポチ見たっけ？見てない。多分、こっそり上げ、公開し、うん、自分で見てみて、これはダメだなと思って、削除したものがあるんです。へぇー。でも。じゃあ、でももしかしたら、もしかしたらだよ。うん、その、幻の一本を、うん、え、それ見たかもしれないっていう人がいるかもしれないよ。いるかもしれないですね。いたらレアってこと。いたら相当レア。だってこっちも見てないんだから。うん。公開期間1ヶ月もなかったんじゃないかな。それ見てた人がいたらすごいね、うん、すごいね。でも多分いないと思うよ、いくらなんでも。いや、言ったら、あれはひどかったと思ってたかもしれない、うん、パワフェスの動画なんですけど。あ、そうなんだ、うん、で、それ上げたら、うん、上げて2回目撮ろうと思ったら、まあ、そのパワフェスも誤動作しちゃってて、うんうんうん、操作もミスってて、うん、まあ、そのデータが消えてたっていうのもあり、はいはいはい、で、かつひどかったんで、うん、これはちょっと一人で喋れんと、うん、っていうんで、まあポチもどうだいと。そうだね。うん。って言って始めたって感じかな。ポチと二人で。結構真剣な感じで、あのさって言いに来たよね。そうだね。ほんとちょっと助けてくんないみたいな。俺無理だって。無理なんあのさ、YouTube やらないみたいな。そうだね。はいひーみたいな。ね、真剣な顔して何言ってるのみたいな。そうね。多分あの瞬間本当に頭おかしいやつだと思われたんだろうなって。まあでももう平素から思われてるだろうからいいけどさ。で、やり始めたっていうのもあるね。まあ、そうそう、なんだろう、二人ともね、僕もそうだし、レオ、うん、違うわ、ポチも。ね、ゲームは好きなんだけど、そうだね。この後のちょっと質問にも被ってくるんですけど、うん、好きなゲームとかジャンルが違いすぎてね。あ、ジャンルが違う、うん、ね、なんでお互いに、まあ、実況してる時って、まあ、仮に一人でやってたら一人で喋っちゃうし、うん、でその間とか編集も含めて、なんだろう、まあ、二人で今一緒にもちろん住んではいるしさ、うん、一緒に生活してるけど、うん、ずっと一人作業みたいになっちゃうのも、うんうん、あれだなっていうのもあったし、うんうん、で、お互い全然違うゲームやるけど、まあ、こうやって二人で実況してると、まあ、なんだろう、形はおかしいかもしれないけど、一家団らんというかね。まあ、そうだね。うん。にもなるかなっていうのも。うん。別にあれですよ。始める前から夫婦仲が冷え切ってたわけでもないですけど。それはないと思うけどね。まあ、仲良くしているのだとは思いますけど。うん。まあでも、そうやって二人でやる方が、和気あいあいとやれるかなっていうのもあったりもしたんで。うん。ちょうど良かったかなっていうのでも含め、まあいろいろ言ったけど、まあ僕一人でやるのも結構辛かったっていうのもあったんで、うんうん、まあそれで二人で
やり始めたっていうのがきっかけですかね。うん、そうだね。うん。で、気づけば、土日ぐらいから、週2日ぐらいの投稿とかって言ってて、うん。そっから週4日ぐらいになり、まあでも、なんかやりたいものが結構いっぱいあったりとか、あ、これもやりたいねって増やしてったら、そうだね。なんかそんなことになっちゃってたから。気づけば毎日になり、うん。さらに気づけば今、1日2本ぐらいのペースで出てんじゃないですか？今はね、そうだね。やりたいものがちょっといろいろ新発売のものとかがあったからですね。うん、そうだね。で、多分このままこのぐらいのペースで仕事がよっぽど忙しくなったりとかなんかとかなければやっていくのかな。まあ毎日配信とかなるのかな。まあその時に、まあ、その時に多分ちょっと減ったり増えたりって、うん、またね、またあるんだろうね。思うけど。うん、まあ今投稿ペースが増えてる一番の理由は僕の中でですけど、うん、そんな始まりだったにもかかわらず、うん、ポチが思った以上に前のめりだったってことですね。そうだね。いつの間にかね、編集も覚え、編集覚えたんで、だから初期はもうレオだけがずっと編集してたんだよね、うん、そうだね。で、途中から教えてもらって、うん、で、だんだん分かるようになって。だし、あと、このゲームやりたいとかさ。うんうんうん、今だってな、多分あれだよね、レギュラーシリーズとかも含めて、ポチがプレイしてる方のが多いんじゃないかな？そうかな？きっと。そうかな？そんな気がするな。うん、まあでも、ね、なんか思った以上にいろいろやってるなぁと思いつつ、まあでもお互いにはとってはいいのかなって。うん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 、思ってやってますけど、うん、まあ、今後も増えてくんだろうな、きっとな、うん、減ってくっていうか終わるものもあるしねって、そうそう、終わったりとかね、うん、いうのもありつつ、うん、まあ、これからもやっていきましょうって感じですかね。それがきっかけでもあり、はい、まあ、今後もって感じですかね。はいはい、これが答えになってるのかな。まあ、なってるのか、なってることにしよう。きっかけはなってる、うん、答えたきっかけだもん、うん、いいよね、大丈夫、うん、はい。じゃあもう一つ、次の質問ですかね。はい。はい。好きなゲームは何ですか？何ですか？好きなゲーム。はい、これは、どうしよう、ポチから答えますか？ポチの好きなゲームって何だ？何でしょうね。あ、でも、なんだっけ、オープンワールドは結構好きだよね。なんか、いろいろ、自由に動き回れるやつ。あー、そうだね。サウンドノベルもでも好きだよね。そうだね、今まで、うん、今か、そういうの、うん、まあ近いものがあるのかな、うん、うん、朝栗とかも今そうだよね。今僕がやってるけど、うん、まあ結構シリーズごとに交代でやってたりしてたもんね。そうだね、そうなんならほら、ブラックフラッグ今やってるけど、その前のなんだっけ、アメリカのやつ3、うん、うん、コナー賢明のやつは、うん、ネイティブアメリカンのやつは、あ、はいはいはい、ポッチが全クリしてたしね、うん、エツヨのやつも多分一作ぐらいはポッチがクリアしちゃってるかな。一作、最初の方のやつかな、うん、やってやったし、あと実況こうやってチャンネル始める前はホライゾンも、あ、そう、ホライゾンやってた、あれ大好きだね、大好きだあれ。そう、確かにそうだね、そういうのか、うん、だ、そういうのが好きかな、うん、あとは、竜が如く、あれ、あ、いいよね。あのシリーズはそうだね。うん、あのシリーズもともとは僕が好きで、うん、僕は友達から紹介されて、ワンを。そう。で、一緒に、その時借りてきたかなんかで、やったんだよね。こっちもね。そしたらドハマりして。そうだね。おかげで僕の小遣いからではなく、家計費から、いうシリーズは出るようになったから、うん、僕にとってはありがたいんですけど。シリーズはね、もうずっと買ってるね。うん。あとは、なんだろう。何が好きなんだろうね。白鸚とかやってたね。あー、やったね、白鸚。動画にはなってないけれども。うん、そうだね。やった。なんだろう、ああいう。読む系のものが好きなのかね。って感じなのかな、きっと。うん、結構ミステリー系もでも好きだったり。ね、推理物とか、うん、まあ、かまいたち見て推理できてんのかって話ですけど、まあ
推理力は限りなくないけどね。それは昔から結構、うん、ほんとちっちゃい頃から好きで。はい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 。ミステリー系。そうだね。確かにその辺はやってるな。うん。もう、ファミコンとかで出てるとか。うん、あとはやったな、マイクラとかなの？マイクラはそうだね。ハマったね。うん。あれは面白かった。自分で作る。だから、ストーリーっていうよりはなんか自分でいろいろやるゲームが好きなのかな、なんか。ああ、そうなんだろうね。オープンワールドとか。うん。うん。確かにポチはそういうのが好きそうな感じはするし。うん、まあ今後も多分実況とかでもそういうのがポチはやっていくのかね、きっと。そうかもしれない。だから、ゴールが決まってるけど、まあ、ゴールが決まってないようなゲームとか、好きだね。シムズとか。シムズはまさにそうだからね。シムズとかマイクラとかそうだもんね。シムズとかマイクラは完全に、ポチに任せているから、僕からするとゴールも見えなければ何をしてるのかもよくわかってないからね。ポチにも見えてないから、これどうなっていくかわからない、これから。見たりやったりする分に楽しいんですけどね。うん。もうそれは、そこに関しては、僕は、マイクラとシムズシリーズに関して言うと、見ていただいているリスナーの皆さんと一緒です。うん、何が起きるのか分かってません。っていうか、ゴールも分かってないので、うん、まあ、今後とも楽しんでいただければなと。はい。はい。じゃあ、レオの好きなゲームは何ですか？僕は、もともとはね、格ゲーが好きだったんです。あ、小学校の時、はい、目が悪すぎて、はいはい、まあ今も目悪いんだけどね。うん、絶賛悪い。で、友達ん家に入り浸って遊んでたんです。はぁ、あ。で、はい、RPG とかやりだしたら、ほんとさ、テロリストじゃん。ほんとにね。なんだお前ってなっちゃうじゃない。うん、で、まあその時やっぱりマリオとかさ、ワイワイやってて。みんなでね、順番でやれるやつね。あ、そう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 、うん。で、その時はね、ドラクエとかも、後になってやったから、うんうん、何が面白いんだろうって思ってたの、うん、ちっちゃい頃は、うん、で、駄菓子屋とかさ、うんうんうん、駄菓子屋って言っただけでもう多分うちらの年がある程度いってるってことはわかると思うんだけど、今も駄菓子屋ってあるんでしょ。でもあんのかな。あるんだろうけどな。でも俺が現役で行ってた頃の駄菓子屋ってさ、うん、10円とか20円でさ、うん、魔界村とかできるんですよ。いいな。あとスト2とか。ポチの知ってる駄菓子屋さんはなかったから、ゲームが。あ、本当に？お菓子しかなかった。ああ、そっか。うん。だからいいなーってゲームできるの。そう。でもよくよく考えると10円でやれるって言っても魔界村なんてすぐ飲み込まれる。すぐ死ぬよね。うん。魔界村もやったな。でもな。そう。ゲームな。全然クリア大変だったけど。うん。で、そういうのをやっていて、で、格ゲーとか画廊伝説とか。ああいうのが最初好きで、うん、で、しばらくして FF とかドラクエに出会って、うんうんうん、で、RPG 大好きになって、うん、でそっからはもう RPG とシミュレーションゲームが一番かな？うん、うん、FF ドラクエで、実況とかではまだやってないですけど、やりたいなと思ってるテイルズ。うん、テイルズは面白いね。あと、まあ、これも配信許可下りなそうな気がするけど、ペルソナとか。ペルソナね。うん。あの辺の RPG は結構好きっすね。ペルソナはやったな、ポチもな、よく。うん。で、あと、なんだろう。まあ、朝栗は当然好きですよ。うん。うん。で、あと、なんだっけ、デビルメイクライとか。ああ。まあ、ずっと、中二病をこじらせて生きてきるので、今もなお。だから、ソシャゲとかでもそうだけど、ブリーチとかさ、まあ、本当ああいうの大好きなんで、うん、それ系のゲームは好きですね、うん。あとはガンダムとかも当然通ってきたしとかもあるし、あとまあ野球とかサッカーとかスポーツ見るのは好きなので、うんうん、まあ、パワプロも実況あげたけどね。うん、まあ、ウイレとかもやってたしっていうのがありますけど。そうだね。だから、割と雑食なのかな、うん。ライトゲーマーというか、ヌルゲーマーなので、うんうんうん、あんまり、一個一個すごい極めたいとか。まあ、ない。あんまない。でも、ポチはスポーツゲームとか、あんまり RPG とかは、たまにしかやらないかな。あ、そうだね。うん。
やっぱりねストーリー見るの好きなんですよ、うんうんうん、であとゴールがあるゲームすごい好きなんです、うん、だから真逆だよね。そうだから、ま、ほんと真逆で、2人で共通していることは2人でワイワイやるようなゲームは好きじゃないというか、うん、あんまやんないもんね。そうだね、だってあれだよね、実況動画で上げたおじいちゃん、おじいちゃんがすげえ久々に2人でゲームしたよね。そうだね、まあ、おじいちゃんの記憶をたどる旅、そうあれがすごい久々じゃない。久々、2人でゲームしたの。でも今ゲームって2人でできるそういうゲームってほんと少なくなったなって思って。そうだね、なんかオンラインでオンラインはいっぱいあるんだよね。そう多いから、うん、なかなか2人専用っていうのがあったとし、今あるとしたらなんだろうな、なんだろうね。でも地球防衛軍とかとか無双とか、ああ、あとはちょっと無双はダメだな、ポッチは寝ちゃうからね。うん、どうするかわかんないけど、なんか聖剣伝説2とかさ、今だと最近出たのだと、あとテイルズとかもできるのかな、もしかしたら。あ、まあ、できるって言ってもあれ、まあ、戦闘だけだけどね、確かね、うん、まあだからそういう感じになるのかな。うん、無双楽しいんだけどな。無双やるとなぜかポチは寝るよね、敵陣のど真ん中で。そう、なんか急に眠気がね来ちゃう時があるんだよね。やってて急に武将が死んでいく声が次々と聞こえると思ったら敵陣のど真ん中で寝てたもんね。うん、ほんとこいつ狂ってんだと思いながら、ある意味すごい肝が座ってるって感じだよ。ま、うん、いやこっちからしたらいい迷惑起きろーみたいな。そう、ほんとにクリアできねえし、案の定ゲームオーバーになったし、死ぬし、みたいな。あれ死んでるって思う。ほんとやめてやと思いながら、だったら敵陣に突っ込んでくなって話だよ。そう、だったら自陣で寝ててくれるって思いながらやった記憶はあるけど。無双シリーズとかどうなんですかね。まあでも皆さんが見たいであればもしかしたらやるかもって感じかな。無双とかバサラとか、バサラとか、うん、やれたらやるかな。どうなんだろうね。まあ今積んでるゲームが終わったりとか、まあ今はいっぱいある、あれがあればって感じなのかな。その時に巡り合えばって感じだね。そうですねなんか新しいのやるかって時にね、うん、であとあれですね、逆にまあ好きなゲームは今言ったようなので、うん、で最近だから逆に言うとね、格闘ゲーとか、うん、あのスパイダーマンとかも今やってはいるけど、うん、朝栗もそうだけど、うん、まあ、プレイを見てもらえば分かると思うんですけど、うん、どんどんやっぱり老いてってるので。やっぱり老いてるよね、うん、なので逆にそういうアクション性が強いゲームがもうできなくなってる、できなくなってきてるし、苦手になってきてる。大変だかな。なのであれですね、帰って格ゲーとかから結構今離れちゃったかな。うん、本当にゆっくりまったりできるゲームが多いかな、うん、好きなゲームは。うん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 、うん、そんな感じですかね。そうですね、はい。なのでまあ2人で今チャンネルやってるものの全然こんな感じで、うん、ゲームジャンルは合わない。合わないですけど、まあお互いにそれでお互いやってるものを見るのは好きなんで、うん、見てられるというか、楽しんで今もやってるしこれからもやっていくんじゃねえかなって感じですかね、うん、そうですね。まあ一旦それが質問ってとこになりますかね。質問の答えだねってなりますかね、うん、うん、で、あとは今後、今後についてちょっと話しましょうか。はいはい、ツイッターでちょろっとお話をポチが急に知らしましたけど、うん、何でしたっけ、チャンネル登録者が200人を超えたら、はいはい、ホラーゲームを、ホラーは嫌いですけど200人行ったら、行ったら、行ったらやる、うん、って言ってましたね。だって100に来るまで半年くらいですよ、うん、はい、だから200になるのもあと行った半年くらいですよ、はい、その頃までに、はい、まあホラーが大丈夫になってればいい話でそんなすぐに大丈夫になるんですか。わかんないけど。あ、本当ですか。僕はちなみにホラーは全然平気ですから、ね、大丈夫なんだよね。うん、あの単純にバイオとか操作ができないだけで
バイオ、あの銃撃つとか、ね、あの FPS とかさ、TPS がすごい僕苦手なので、うん、ああ、それはポチも苦手だ、うん、だからそれだけで、怖さとかは別に大丈夫なんですけど、ポチさん、それやるってことですよね。やる、うん、200人になったらね、やるよ、はい、やるけど、すっごい進みは遅いかもしれない。まあ、そこそれ全然進まないじゃんみたいな。それつれーわ。これちょっとしか進んでなくないみたいな。何年かけて終わらすつもりなんですか。わかんない。逆にじゃあちょっとどうかじゃあそれみたいな。あ、そうですね、うん、そういうのがあればぜひ教えていただきたい、ね、情報があんまり少ないから、まあ、やらないからさ。言うてそんな好んでめっちゃやってるわけでもないんでね。そう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 、あればって感じですかね。その頃にでもまたね、新しいなんか怖いのが出てるかもしれないしね。そうですね、それがあればって感じですかね。もう怖いやつはもう手で持つだけでも嫌だもんね、うん、ゲームパッケージ、ね、おーあーみたいな。そうですね、呪われるって思いながらも、わかりました、触ったら。じゃあちょっとそういう呪いのソフトを、心霊写真とか指さしたらダメって言うじゃん。手に入るようにして200人到達した暁には、暁にはやりましょうかね。その頃までにはもう心がもう大丈夫になってる、こっちの、強い心になってるから。なるほど、うん、わかりました。叫びもしないスンとしてやるかもしれない。なるほど、うん、期待しておきますいやー、ね、ちょっと面白そうだな。じゃあ、あとは何でしょうね。まあ今のところの状況とかで話をすると、これ上がる頃にはもうそろそろドラッグオンドラグーンが終わるのかな。そうですね、そろそろドラッグオンドラグーンは終わりますね。終わってるかな。収録自体はもう終わってるんですけどね、うん、終わってその枠におそらくスパイダーマンが、はい、ちょっと不定期配信だったんですけど、はい、週1配信に変えるかな、変えるかなってとこですかね。で、あと今継続してやっているものはそのまま、うん、で、ジャッジアイズと、ジャッジアイズが2日に1遍くらい今出てる感じだと。今はそうだね。で、今もう先行して1章やり始めてるんで、そうそう、先行して出てる1章やって、発売日がもう近いというか、うん、もうこれ出る頃には過ぎてるかもしれないですけど、うん、そうなった時にはそのまま配信しますよと。そうですね。で、あと絶対絶命都市、はい、は今ほぼ毎日出してるのかな。そうですね、これからも出す感じかな、きっと。何事もなければ出していきたいと思ってます、ね、やっていくっていう感じですかね、うん、はい。で、あとは随分先の話にはなりますけど、うん、まあ、好きなゲームのところで一瞬触れたんですけど、うん、待望のデビルメイクライが、うん、いやー、ついこの前新作トレーラーが出てですね、はい、最新トレーラーが出て、出てましたね。いやー、かっこよかった。やっぱりかっこいいね。あ、うん、なので配信許可が下りるかどうかわかんないんですけど、どうなんだろうね、わかんないね。下りれば、うん、やりますよ、配信します。降りなかったらレオだけが楽しむ。そう、一人で楽しむ絶対買うし、絶対やるけど、絶対買うもんね。うん、あれは楽しんでやりますよ、うん、あとはどんなものをやっていくかはまだ全然決まってないですね、うんうん。まあ、リクエストとかもしあるようだったらコメントとかに入れてもらえればやるかも、やるかも、やるかもですけどね、あくまで、うん、ごめんなさいね、あの本当にやりたいゲームが多すぎてまあ自分たちの好きなことをただ楽しんでて、みんなもそれで楽しんでもらえたら嬉しいなって思ってはいるんですけど、はい、思ってます、はい、今後もねよろしくお願いしますよってとこですかね、はい。で、あと今年振り返ってどうでした。今年、はい、今年はまあ夏前に、うん、チャンネルを作って、うん、レオポッチャンネル作って、うん、で、こう、あとツイッターもね、うんうん、そうそう、その時に始めて、まあ、少しずつだけど、いろんな人と知り合いになれて、うん、もう本当になんか、新しい発見がいっぱいある年だった感じだし、うん、もう本当に楽しかった
の一言なのかな、本当に。すごい楽しくて、で、本当に皆さんのチャンネル見に行ったりとか、で、ツイッターとか見てて、まあ、本当に面白くて、新しい発見ばかりだから、本当勉強になることもね、いっぱいあって、これからも、ね、もっともっといろんな人とも知り合いになりたいし、今は知り合いの人とももっともっと仲良くなれたらいいなって思ってる感じです。はい。レオはどうでした？そうだね、もう本当に YouTube とか Twitter に関して言うと、もうポチと一緒というか、まあ、めっちゃいい人多いし、めっちゃ仲良くしてくれる人もいっぱいいたしって、で、あとね、動画とかも、まあ、それで、ね、今まで多分これやってなかったら一生出会わなかったんじゃねえかなっていう人たちともいっぱい出会えたし、あとね、めちゃくちゃみんな面白いなって本当に思う。面白い、みんな楽しそうに過ごしてたりとか、チャンネルもやってたりとかもそうだし、あと、まあ、生活もそうなんだろうけど、やってんだなと思って、まあ、そういう人たちと知り合えたっていうのは本当に楽しかったかな。で、あと、まあ、動画とかに関してはそうなんだけど、もう一個ね、まあ、すごい嬉しかったことがあって、それはね、まあ、動画上げてるし、あと、ツイッターのフォロワーさんとか、フォローしてる方とかも、何割かそれを含んでるので、もう、ご存知かと思いますけど、まあ、我々ね、埼玉西武ライオンズのファン、で、10年ぶりのリーグ優勝ですよ。すごい。いやー、嬉しかった。すごい。嬉しかった。まあ、泣いたよね。泣いたし、叫んだし。ほんと多分、近年では、異様なぐらい球場に行ったんじゃないかな。そうだね。楽しかった、球場に行って。すごい感動的なシーンいっぱい見れたし、で、すごい騒いだし、すごい興奮する試合とかもいっぱいあったし。まあね、ほんとにね、もう累戦壊れたんじゃねえ、壊れてるんだろうな、もうとっくにな、年だし。まあ、ボロボロ泣いたし、ボロボロ叫んだし、バーバー叫んだし。そうなんなら試合終わった後4日ぐらい実況取れなくなったりっていうぐらい声も枯れたし、っていうのもあったりもしましたけど。まあ、クライマックスはちょっと残念だったけど、まあでもね、来シーズンもというか、まあ、どうせ一生、ファンであることに変わりはないので。そうですね。それは変わらないと思う。それはずっと変わらないから、まあこれからも足を運んでも行くし、応援もするし、動画も上げるしっていうのもあるとは思うけど、本当に楽しく過ごせたなっていう。その二つがあったから、本当今年はめっちゃ楽しかったですね、楽しかった。楽しかった、本当に。まあ、本当今後もね、あとね、本当皆さんのコメントとか、あとツイッターのリプとかもね、本当に嬉しい、嬉しいですし、あとこの高評価とか低評価もね、まあ、ガチャは割と低評価つくんだなってそうだね、まあ、そうです、当たりが出た自分がもし当たってなかったら、まあ押したくもなるだろうしってもちろん思うんだけど、ね、見てくださってるからね、ちゃんと。でもね、そういうどっちにせよリアクションを取ってくれたりとか、本当にね、触れ合う機会を与えてくれるっていうのは非常にね、嬉しいですね。嬉しいです。ちょっと返すのが遅かったりするんで申し訳ない時もあるんだけどね、ちょっとね、それはちょっとごめんなさい。本当見てますし、返していきたいとも思ってますし、はい、返してますけど、ちょっと。頑張って、はい、なるべく早く返せるようにね。長い目で見ていただけると温かい目で見ていただけると嬉しいですけど、これからもって感じですかね。はい。はい。じゃあ、今回ここまでにしましょうかね。はい。はい。まあ、また何かあればというか、またね、質問とかでもあったら嬉しい。質問であったりとか、リクエストであったりとか、あればまた、こういう形で、皆さんとお話しする機会というか、触れ合う機会を増やしていけたらなって思いますので、はい。はい、よろしくお願いします。ということで、今回はここまでです。はい。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら、高評価、チャンネル登録していただけると、すごく嬉しいです。では。次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。